さてボギンスカヤです。ここまで非常にいい得点を出しています、このボギンスカヤ。なお先ほどのペ・ウンミの床は 9.60 でした。ソビエトのボギンスカヤ、ここまで 9.90、 9.90、 そして 9.925、 すべてここまで3種目 9.9 以上です。このボギンスカヤの後はシュノワ、ストヤノワと続きます。ソビエトの平均台ですが、とにかくこのボギンスカヤは何度も申し上げてますが157センチというこの大柄な体をこ うまく生かしてますね。そうですね、まあ、157センチで大きいっていうふうには普通は言わないんですけれども、はい、まあ、体操選手は小柄ですので、その中ではかなり大きくて演技が映えますね、はい、最後はどうでしょうか、決まりました、着地決まりました、はいですね、